Hi everyone! こんにちは、みなさん。じゃあ今日は手作りの寿司のマシュマロを作りたいと思います。でちょっと難しそうですが、意外に簡単でバニラ味がします。で寿司を夕飯に食べてから、このマシュマロをデザートのホットチョコなどに入れると超かわいいですよ。でマグロもエビもイクラも作って、友達にプレゼントにしたらとっても楽しいと思います。それでは始めましょう。でまずは生地1を作ります。冷たい水カップ3分の1を泡立て器についたボウルに入れ、その上に粉ゼリチンを振る。5分放置する。小さな鍋に砂糖と冷たい水4の1分を流し入れ、強火にする。砂糖が溶かすまで混ぜる。キャンディ温度計を鍋につける。114度になるまで煮る。でこの溶かした砂糖をゼラチンに加え、泡立て器を手で持ち数分混ぜ、粗熱を取る。泡立て器で8分経ったぐらいになるまで混ぜる。約8から10分。バニラ豆の種を加え混ぜる。丸い形の口金がついた絞り袋に半量を入れる。残りを半分に分け、黒色と黄色に着色する。クッキングシートが引いた鉄板に黄色と黒のマシュマロを薄く塗る。このクッキングシートが引いた鉄板に白色のマシュマロで握り寿司の寿司飯を作る。でこの両方の鉄板を別にしておく。で生地2を作るために、生地1のマシュマロと同様に作る。で生地2のマシュマロを3等分に分け、赤色、ピンク色とオレンジ色に着色する。赤色とピンク色のマシュマロの半量を小さな丸い口金がついた絞り袋に入れる。オレンジ色のマシュマロの半量を平らな形の口金がついた絞り袋に入れる。クッキーシートが引いた鉄板に残りの赤色、ピンク色とオレンジ色のマシュマロを薄く塗る。でその泡立て器についた残りの白色のマシュマロをオレンジ色のマシュマロにつけ、鮭の白色の縞みたいなものを描く。で絞り袋に入った赤色のマシュマロでイクラとエビを描く。絞り袋に入ったピンク色のマシュマロでエビも描く。オレンジ色のマシュマロでウニを描く。1から2時間放置し、マシュマロをちょっと固まらせる。寿司飯以外のマシュマロにコーンスターチを振る。赤色のマグロ、ピンク色の大トロ、オレンジ色の鮭と黄色の卵のマシュマロを寿司飯よりちょっと大きな四角形に切る。クッキーシートから丁寧に取り、寿司飯につける。イクラ、エビとウニと同様に釣る。黒色の海苔のマシュマロをスライスし、卵、イクラとウニの周りにつける。コーンスターチをもう一回まぶし、クッキングシートから丁寧に取り、ひっくり返して裏面にコーンスターチをまぶす。腰に入れ2から3回トントンし、余分なコーンスターチを抜くと完成です。でご視聴いただきありがとうございました。来週の月曜日からはクリスマスのテーマ曲ですので、特別なニュースがありますので、ぜひぜひぜひ月曜日に見に来てくださいね。で皆さんが大好きですよ。バイバイ。